いいと言っては正英語に切れてます。だって英語でエレンは家で食べるよ。違う、食べるよ。日付と同じ出席番号であってる先生に切れてます。だってさ、ガチガチうるさいな。ワンちゃんにゃんちゃんって言い方に切れてます。だってそれ言うならワンちゃんにゃんちゃんか。あれ、ワンちゃんにゃんちゃん、ワンちゃん猫ちゃんって言い方に切れてます。だってそれ言うならワンちゃんにゃんちゃんか。ワンちゃん猫ちゃん猫ちゃんの内容言わんでも陰ながら応援してますという人に切れてます。だってせっかく応援するなら陰ながらカップ、カップラーメンの謎。なんでこういうことするかな。観光って書き方に、書き方に、観光って書き方に切れてます。だっていろんな場所見に行く。観光って書き方に切れてます。だっていろんな場所見に行くんだから、光る光る。一日分の野菜に切れてます。だって一日に必要な野菜の量は大人と子供で違うんだもん。よそよそ宇宙人っていう親に切れてます。だってだって、よそはよそ宇宙人って、よそはよそ宇宙人っていう親に切れてます。だってそう言いながらあの子を見習いなさい、見習いなさい、見習いなさい。なんてかちっけ